今回は、戦艦ヤマトの最後の艦長、アルガー、コウサク、を解説してみるよ。アルガー、コウサク、は、戦艦ヤマト、最後の艦長として有名。彼は長野県の朝日村、今の、辰野町、に金物商、村長、有賀作太郎、の長男として生まれた。父の作太郎は、日露戦争の旅順行為戦に参加しており、203高知戦で主勲を挙げ、高6級金士勲章と多額の年金を授かっていた。そんな父だが、息子の軍人志願には反対だった。しかし、父の思いとは裏腹に、アルガ工作は海軍兵学校に入り、1917年11月24日に卒業。同期には、ヤマトの艦長を務めた後に、第二艦隊参謀長となる、森下信栄。ヤマト、最後の戦いとなる、坊の岬沖海戦、で、第二水雷戦隊司令官を務めた、小村敬三、などがいる。実家の平野屋金物店は、アルガの相続放棄後、弟の次郎が継ぐはずであったが、父、弟の次郎、三男の正治、妹の房平が相次いで病死。そのため、名義上は有賀が家督を継ぎ、金物店店主となっていたが、実際は母親が一人で切り盛りしており、大和沈没時期には閉店していた。そんな有賀は、初代神風型駆逐艦、水月、から経歴をスタートさせ、水雷戦隊の指揮官として経験を重ねる。1922年には、戦艦、長門、の4番砲台長に任命されたが、規則のうるさい戦艦勤務に戸惑うこともあったそうな。1924年1月27日、宮坂義子、と結婚、10月に長男の正幸が誕生。アルガは家族思いの人物であり、帰宅すると、女中にまで土産を配った。さらに、有名料理店や遊園地、観光地を巡るなど、家族団らんに努めていた。一方で、潜水艦事故で沈んだ第六潜水艇と、艇長の佐久間勉の衣装見学した時には、息子に軍人としての覚悟を語った。という。完全に余談になっちゃうが、佐久間勉、破壊軍軍人で、第六潜水艇隊の艇長だった。1910年4月15日、第六潜水艇が訓練中に事故が発生。乗組員14名全員が殉職。殉職した乗組員は、ほぼ全員が自身の持ち場を離れず死亡しており、持ち場以外にいた乗組員も、潜水艇の修繕に全力を尽くしていた。佐久間自身は、艇内にガスが充満して死期が迫る中、遺書を書いた。内容は、明治天皇に対する潜水艇の喪失と、部下の死の謝罪、事故が潜水艇発展の妨げにならないことの願い、事故原因の分析を記した。この、佐久間が記した遺書は、39ページにも及ぶ長いものだった。沈没した潜水艇が引き上げられた後に発表された、佐久間の遺書は、当時の国内外で大きな反響を呼んだ。その佐久間が亡くなった、第六潜水艇、をアルガが見学し、その時に感じた軍人としての覚悟を、息子に語った。そして、後にアルガも、佐久間とは少し違うが、艦長としてヤマトと運命を共にすることになる。1938年12月、アルガは掃海艇6隻からなる、第一掃海隊司令に任命され、日中戦争に加わった。掃海任務だけでなく、上陸支援や中国軍掃討任務もこなしたため、中国側から懸賞金をかけられ、その値段が徐々に上がっていったという、一幕もある。1941年6月18日には、第4駆逐隊司令に任せられ、最新の、カゲロウ型駆逐艦4隻、嵐、萩風、野分け、舞風、
お指揮下に置いた。その後、アルガは遺書を書いた。この遺書、妻のヨシコが読むのは、1945年9月20日に、アルガの戦死内報が届いた時とされる。太平洋戦争初戦では、第4駆逐隊司令として、近藤信武、海軍中将指揮する、南県艦隊に所属し、マレー作戦を支援。マレー作戦とは、日本軍が実施した、南方作戦内のイギリス領マレー方面の作戦。1941年12月8日朝、駆逐艦、ノワキに命じてノルウェー船を打破。日本軍のシンガポール占領の後、ジャワ海に進出。3月1日、アルガ指揮下の、駆逐艦、嵐とノワキ、は、商船3隻、輸送船2隻を撃沈し、商船便と A 班号を打破。さらにイギリスの、駆逐艦ストロングホールド、アメリカの、砲艦アッシュビル、を沈めた。インドネシアのジャワ攻略戦の際、駆逐艦、嵐、が、逃走する駆逐艦ストロングホールドを追撃。距離 10km で、嵐の砲術長と水雷長が、撃たせてくれ、と懇願。しかし、アルガは指揮所で、足がかゆくてかなわん。薬を塗ってくれ、と衛生兵に水虫の治療をさせ、発砲を許さなかった。距離6000メートルになってから、大声で射撃を命じ、駆逐艦ストロングホールドを撃沈した。アルガは極度の水虫にかかっており、艦内でも草履を履いていた。見事なハゲ頭の上に、ヘビースモーカーだったため、部下から、煙突男、というあだ名も付けられていた。3月4日には、従順洋艦、アタゴ、と共同で、オーストラリア護衛艦やあらい、と、輸送船1隻を撃沈し、オランダ商船チャーシロワ、を打破。アルガは、机上の理論より、実戦での経験を大切にする。当時としては数少ない軍人の一人であった。さらに、第4駆逐隊であるがの部下だった者は、戦後の戦友会で、戦があれほど上手い人はいなかった。困った顔を見たことがない。安心できた。部下を可愛がり、怒ったことはなかった。など、戦争が終わってからも高く評価されている。元、従順洋艦、長海、校舎長は、忍耐力と決断力がある点で、キスカ島撤退作戦で有名な、木村正富少将、と似ていると評した。また、アルガがあまりにも前線に出るため、心配した連合艦隊司令長官、山本五十六、が、アリガを殺すな、と言ったという。そんな戦上手と言われるアルガは、ミッドウェー海戦に参加。ミッドウェー海戦では、大破炎上した、空母、赤城、お指揮下の、駆逐艦、野分け、嵐、の魚雷によって、沈没処分するという悲劇を味わった。アルガは、初めて撃った魚雷が赤城に対するものだった、ことを嘆き続けたという。1943年3月1日、従順洋艦、長海、の艦長となり、南方に進出。アメリカ軍機から10回近く襲撃されたが、高射砲長との息の合った連携で、長海は被弾しなかった。1944年4月21日、デング熱にかかり、日本へ帰還。帰国後は、横須賀の水雷学校で教頭をしていた。しかし、実戦畑を歩いてきたアルガにとっては、机上の学問を教える教頭の職は、本意ではなかったとされる。1944年11月6日、ついに、戦艦、ヤマト、の第5代の艦長を命じられた。これはアルガにとって、久しぶりの海上勤務である上に、帝国海軍の象徴とも言える、ヤマトの艦長、になったことは、非常に嬉しいことだった。このことを、彼は長男の正幸宛てに手紙で送った。戦艦ヤマトは、秘匿艦であり、
本来ならば、556と暗号で記述するべきだったにもかかわらず、手紙で、大和艦長、あるが工作、と堂々と艦名を書いていた。紙には、大和艦長拝命す。死に場所を得て男子の本懐これに勝るものなし、と書いてあり、これを読んだ息子、正幸は、あるがが死を覚悟したことを悟ったという。その戦艦大和において、アルガの豪放雷楽な性格は、大和の陸民に好意を持って受け入れられたという。連日の訓練で常に戦闘に立ち、防寒コートも手袋も着用せずに、艦橋に立つアリガの姿は、畏敬の念で見られた。一方で、海軍兵学校同期生の小村慶三は、アルガが、燃料不足で司法の訓練さえできない、と弱音を吐くのを見て驚いたという。1945年、戦艦大和の海上特攻を含む、天号作戦、が開始される。その際、大和やその他の艦に乗艦していた、傷病者と古参兵、兵学校卒業直後の、少尉候補生計53名が、第二艦隊司令長官、伊藤誠一、中将の命令により退艦命令が出される。しかし、戦艦大和の主、を自称していた第二司法報道長、奥田少佐は、これを激しく拒否。奥田少佐は、大和が死にに行くのなら、わしがついて行って最後を見てやらねばならぬ、と激怒し、艦橋にいたアルガのところに怒鳴り込んでいった。アルガは、怒りり狂う奥田少佐に対し、明治天皇の陸海軍への言葉、小直である、軍人直輸、を礼に出しながら説得。アルガの説得に、奥田少佐も折れ、退艦命令を受け入れる。この時、アルガ、奥田両名は涙を流し、その姿に艦橋にいた将校、兵士も思わずもらい泣きをしたという。4月7日、沖縄へ海上特攻隊として向かった、大和の部隊と、アメリカ空母艦載機部隊の間で、坊の岬沖海戦、が発生。300機以上の艦載機の攻撃を受け、大和は撃沈。艦長のアルガも、沈没した大和と運命を共にした。彼の最後は、諸説あるが、大和の対空式所にあった、羅針儀にしがみつき、そのまま沈んだ、とする説が有力になっている。墓所は、アルガのふるさとである長野県辰野町、県総寺。近くの宝生神社には、戦う大和と、アリガ艦長の肖像レリーフ、で飾られた自然石の記念碑が建立されている。ご視聴ありがとうございました。今回の動画の内容は、ブログにも投稿しているので、そちらもよろしくお願いします。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてください。